じゃあ、どうも本日、噛んでますが、遠征街さんから順番にやっていきましょうという形になります。で、遠征街さんが実はこの後お亡くなりになります。いいですか？お亡くなりになります。で、その後どうなったかということになるんですけれども、皆さん考えてほしいんですよ。日本ってまあ言うて小さいじゃないですか。言うて小さいんですけど、まあ言うて小さいっても結構でかいんですけど、日本ってまだそれは島国で、ある一定のまとまりがあるっていうんで、まとめるに関して言うと、結構まとまりやすいんですよ。とか、まとめやすいんですよ。ところが、中国ってね、でかいでしょ。で、民族も、たくさんの民族がいて、文化風習も、ちょっと地域が変わったら、もう全然話変わってくるわけなんですね。で、ここで何が起こったかという形になるんですが、ここ見てください。軍閥というのが問題になっています。はい。衛星街は、要するに中国、でっかい中国全土ですよ。あの中国全土の軍隊を、軍人とか、そこら辺にいる、要するに有力者を、要するに手なずけるというか、抑え込むだけの実力があったんですが、あれだけの巨大な、要するに領土をですね、じゃきちんと抑え込めるだけの実力者が早々出てくるかっていうと、まあなかなか出てこないという形になるんです。じゃあ、どういう形になるかっていうと、その地域その地域で強い人たちが乱立してしまうという状態になるんですね。つまり、うちの軍閥はこう、うちの軍閥はこう、うちの軍閥はこう、うちは軍閥はこう、というふうな形で、要するに中国全体が一個の国なのに、いくつもの国に分裂してしまっている、というような状態になってしまうんです。これを軍閥というふうな状態になります。いいですか？その地域の有力者、その地域の有力者、その地域の有力者、その地域の有力者というふうな形で、別々な形になってしまってますよ、というふうな形になります。だから、遠征街が始めました。ね、遠征街さんがいましたと。そこからこの軍閥へと移行していきましたという形になります。で、これが要するに遠征街さんのこの改革があまりうまくいかなかったというところで、まあ中華民国っていうのが、ちょっと後退してしまうというふうな形になります。よろしいでしょうか。それでは、本日もご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。